まあ、1ヶ月ごとの記念は絶対やめた方がいいと思う。できないよね、芝浜ね、普通に。あ、芝浜だ。結婚記念日すらやらんかった。そうか。まあ、俺多分だよ、予想だけど、結婚するんだったら、勝手に結婚してるから。いち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 、この度、ゆいが結婚しましたとかないからね。ない。あ、花火師ありがとうございます。ない。俺多分、突然結婚してるから。突然。あ、でもちょ、言っていい？実はね、俺、ニコニコ生放送でね、生放送を始めた配信者なんだけど、そう、ニコ生で配信を始めた配信者なんだけど、僕、その頃ニコ生やり、あ、に、あ、ね、ニコ生やりだした頃、最初の頃、結婚式、ね、別に俺結婚式やんなくてもいい派なんだけど、女性が結婚式あげたいって言うんだったら、結婚式をネット配信でやりたかった。もちろんね、まあ俺親族いねえからあれだけど、相手親族がいるんだったら相手親族入れて、生放送にコメント上を流してやりたかった。ちょ、本当に。それが夢だった。最初は。ネット放送でだんだん有名になってきてからは。そうそうそう。それが本当に夢だった。ネット放送で有名になってきてたからね。そうそう。やりたかったね。なんつうのかな。まあ。うん、なんかやりたかったな。まあ今もうそうはいかないんで、僕 IT にねえからいや別にその時は別に自分の嫁さん別にね顔出したっていいだろう、うん、自分の嫁さんの綺麗な姿ぐらいね見せたいでしょ。今からでも間に合ういないだろう、便所だろう。仮だからな。仮っていうかまあ、うん、ニコファール使ってねえし、うん、やりたかったな。まあそんなもんよ。結婚式予算あったら他に使ってもらいたい。まあ確かにな、そうだよな。その夢ってまだ叶えますよね。叶わないだろう、相手がいないんだから。俺もう42だぜ。俺思うけど、俺うなちゃんマンになるんだなと思ってるもん、もう。小指いらっしゃい。本当に。42歳だろ。うなちゃんマンが確かゲルグと別れて6年か5年ぐらい経つだろ。5年ぐらいか。ってことは、俺あと3年でうなちゃんマンだから。ああなるんだよ。マジで。配信者の一人目は最終形態うなちゃんマンだからね。本当にうなちゃんマンドルの深夜食堂どう思う？あの二人見て、ドルの深夜食堂なんかしてずっと飛ぶね、こんな座ったままこうやってなっててさ、もうね、で格闘技の時だけ動いてさ、それ以外ずっと座ってんじゃん。うなちゃんもなんか変な、なんかさ派手なソファーの上に座ってさ、なんかさ映像汚いままか喋ってる人でしょ。一緒になっちゃうんだよ。子供が欲しいか、あそこはねあまり考えてない。例えば相手に子供がいる、別に連れ子だったりとか子供がいるんだったら別にそれで全然いい。うん、それでまあ例えば子供産まないんだね、産みたくないんだったら産まないでいいし、まあ自分の子供をね、まあできればいいけど、できればとかね、そのできればいいなとは思うけど。そこはまあ女性の方に任せるかな、うん、俺の年齢だからさ、必ずしもさ、例えば結婚したことがない女性とさ俺が結婚するとも限らないし、例えばバツ1とかバツ2とかさって子供がいないとも限らないじゃん。俺の年齢だから、俺の年齢で俺よりちょっと下とか、もしくはねだいぶ離れてる子だとしても子供がいる可能性もあるでしょ。俺の年齢の人と付き合うから、だからそこは分からんからな。マサオいらっしゃい。男の顔女の顔、男、あの俺
これ女の子の子供がいる女性と付き合ったことあるけど、なんだろう、扱いにくいかな。子供と遊ぶのは別にちっちゃいのから公園連れてったりとかして遊ぶのは一緒だけど、扱いにくいから怒ったりとかするのがちょっと苦手かな。うん、扱い方がちょっと苦手。やっぱ男性と女性では違うので。ゆういらっしゃい。男性もちろんね、あの男の子がいる子供の人と付き合ったことあるけど、やっぱなんだろうな、やっぱ遊ぶのもそうだけど、やっぱりいろいろ違う、やっぱあれだもん、違うもんね。スケルトンいらっしゃい。ハロウィン行かないよ。ていうかさ、俺ハロウィンと思うんだけどさ、日本のハロウィンってから変わってね、海外のハロウィンっていうのはさ、基本、まあ、海外発祥じゃん、ハロウィンって。海外のハロウィンってさ、子供が仮装してさ、お化けの格好だったりとか仮装してさ、ね、大人たちにお菓子をさ、ね、あのこじるのがハロウィンでしょ。なんで日本のハロウィンってさ、なんだか知んないけど大人がさ仮装してさ、ギャー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 仮装パーティーやってんのって俺思ってんだけど、ずっと。確かに日本は日本のああいう風なので、確かににぎわって楽しいけど、だったらなんかでっかいイベントどっかで開きゃいいのなんだって思うだけであって、なんだか知んないけど渋谷でワイ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 いい大人が仮装して、なんかいいだろこの仮装っていう仮装パーティーやってるだけでしょ。でも海外は違うじゃん。子供がお化けの格好をして大人たちにお菓子をせがむんでしょ。なんか違うなと思ってて、だったら日本は日本でさ、日本でさ、ね、大人が、ね、大人で無職の人間、フリーターとかニートの人間が仮装パーティーやって、な、例えば六本木ヒルズの前とか、六本木ヒルズとかの前で金持ちに金をせがむとか、そういう風にした方がいいよね、どうせなら。あ、マジ、ジョジョタウン、なんけ、ゾゾタウンだっけ、ゾゾタウンの社長が金配ってんだからさ、ああいうところの家の前に行って金せがむとか、そうすりゃいいのに。金くれんだからだって。マジでそうすらいのんな、ジェダイいらっしゃい。ゆうがさんお菓子ください。ないよ、げんこつやるよ、げんこつを。ジェダイいらっしゃい、まあ、そういうのかな、ちょっとな。いやあれだな、青汁王子は一番に会いに来た人に100万円あげてたんだ。ほーん。まあ日本は日本の風習あるからな。クリスマスもアメリカは家族で過ごす。海外多いんじゃない？中国とかもそうだけど。日本より海外の方が家族を大切にするよね。絆が深いような気がする。か、あの海外の方がアフリカもそうだし、アメリカもそうだし、中国もそうだし、そう考えるとだよ。だ、中国なんて日本で働いて金稼いだらみんな送金するんじゃん。うん、多いと思う。日本の場合はキリスト教のイベントお祭り、キリスト教知ってた？いいところだよ、主がいらっしゃい。キリスト教はね、家がない人とか不老者、ホームレスとかいるでしょ。普通に夜中とか普通に門開けてくれて入れてくれるからね。で泊まれんだよ。泊まれんの。で乾パンみたいな小さな食事みたいなのくれんの。これ多分宗教団体でやってんのってキリスト教だけじゃない。多分創価学会でやったら、てめえなんだこれやろうって言って締め出されるだけであって、キリスト教はそうやってお金がない人だったりとか泊まる場所がない人、本当に困ってる人が来たら入れて、そのなんかあの賛美歌とか歌う場所あるじゃん、あそこで寝させてくれん。そう、まあそうな、すごい社会貢献になってんじゃねえかなと思うよ。まあそんな行く人がいっぱいいるわけじゃないだろうけどさ。マザーテレサの影響は
ハッピーハロウィン、あ、ありがとうございます。花火ありがとうございます。今日ファロウィン、今日ファロウィンなの今日。あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当に最近本当さ、もうさ、あのね、びっくりするぐらい、じゃびっくりするぐらい、びっくりするぐらい、俺本当にあの今まで気にしたこと、気にしなかったけど、本当にね、アイテム減ったからな。今までさ、アイテムのこのアイテム欄あるじゃん、これがさ全部埋まってたんだよ、全部。マジで KP からね、何いいね、全部埋まってたよな、一時期8月ぐらいまでは、うん、9月からどん底だよ。本当にうなちゃまになってきた俺。ゆいが今日は何もしてくれないのか、困ったリスナーがいたら。何かできないもんね、俺がね。何かできないもんな。自分に何の力があるんだと思うよ。今月いくらですか？僕の収入？僕の収入今月いくらか？あ、ありがとう、飴玉。ありがとうございます。僕の収入でしょ？今月って今日までじゃん。いや、ひどいよ。100あるやろ、60あるだろ、そう思う。10月10月分の収入ってこと、1日から31日までの収入ってことでしょ。僕が毎月15日とか16日に換金してるんだよ。わかる？毎月俺は15日か16日に換金してるの。俺はな、換金。今月の収入でしょ？ちょ待ってな。ちょっと待ってな。ちなみに8月が一番多かったのね。8月、8月が106万1146円だったのね、8月が。で、誕生日月の5月が86万6486円だったの。これ誕生日月と8月ね。他は言わない？他の月は言わない？あ、ちなみに3月は言っていいや。3月は3日間。僕、3月の、28日から、28? じゃないな。29日か。29日から、このふわっちの、有料アイテムをオンにしてるので、29日から、29、30、31。この3日間で12万円だったの。だから、4月と6月と7月と9月は言わないな。今月38万円です。38万70円です。今月はね、38万、あれだよ、今の今日の分は分かんないけど、38万。ってことは、僕がさっき言った通り、さっき言ったでしょ、僕は毎月15日か16日に換金している。って言ったでしょ。なんで、僕はもうね、毎月15日、16日に換金してんだよ。ってことは、僕の収入が高か知れてるってこと分かるでしょ。俺だって